prepare to strike. Now! どうやって、ね、展開を作るかみたいな。あれガードなんねんだ、やべえだ。なんないんですよ、本当すぎてこいつが。え、あれでガードなんないのって浮くとだけど、これは。いや、しかしこれ破名が始まってますね、これは。どうやらこれ3枚目使ったでしょ。これ4枚目あるか。4枚出したらさすがにかな。あ、いや、でも腹部もたまる。4枚目。あ、4枚出た。なにこれ。おいおいおい、マジで言ってんの。おい、EX。 いや、だってさ、今まずコネスということもある。そのあたりがね、影響しなきゃいいんですが。なるほど、はい。おお、すげえの当てるね。北斗もね、なかなかとんでもない人多いですからね。あーっと、いやー、完璧。こういうすごいクリップ、これはクリップです。すぐこういうこと。 EX ソロ、弱トロ、強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 トロという、もう EX をゲージを1個分回収するぐらいの、あのコンボ、伸びるコンボがありまして、3割5分ぐらい減るんですが、はい、それを決めればヤンガもかなり勝機があるという。3割5分したら大したもんですね。ヤンというキャラがやはり火力が低いっていうのが弱点一つあるんですけども、はい、それをカバーできるほどの火力が、火力があるという、画面端ならばいけると、はい、いうことですね。なので近づくのはしんどいですが、近づいてこの画面端までいけばなんとかいけると。ただやはりこの SA に腹部がたまりますと、そうですね、こっからディスクリタンが共に合わない。置き攻めは出ましたね。置き攻めで下風呂して投げ無敵、見せますね。立ち投げを潰すという、投げ暴れを潰す、すごいですね、今の。ゲージも9割溜まってる。そして裏剣はマックス。裏剣はできることなら DA をされる前に、そうです、この新国を締めたい。はい、新国出したいおじさん。そしてさあ、裏から裏からキューブを決めて逃げる。足が選球を、これ死ぬか、いったー、まくっていく。2回ですよ、たった2回で、たった2回、これが9なんです。はい、裏剣が死んでいきましょうって。そうね、まだいけるって。配信見てるとめっちゃサードやりたくなる。まあそれはね、まだ間に合うって。見てるとやりたくなるはあるあるだからね、それはしょうがない。しっかり格ゲーマーの血が流れてるってことです。しっかり格ゲーマーですね、やっぱり。うおー、出たー。おっと、しっかりやってくる。最大辛い時はブロッキングとガードをうまく使って頑張るんよ、早尾さん。毎度とは言いますがね、早尾さん。さあ、タックル、ここで画面端入る。ゲーロゲロの手前張り。リリアン、もう一枚。タックルイージス、ウェイジス、踏み込み台足。これもしかしてガードしててもいいことないな。あんまりね、これがないんですよ。わかんねえんだよな、この人な。僕この間ね、おっかない人ってね、配信で言ったんですけど、ありえるんだよな、この人はな。 1.2 のランダム2オン発射でございます。やーったったー、拾って捕獲、そのままストレートできた。だーよく待った、この人どっしんどっしん。You win.
win. Final round. Go. You win. Prepare to strike now. All right, that's cool. Prepare to strike now. ピンタが当たんない。このスカリは非常にでかい。あ、金中系鉄山広い旋風五木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 4回入って最後絶勝まで2勝。うわっ、移動投げ、あタイミングずらして、ちょっと漏れた系だと思うけど、ゼロドットがきつい。あ、5番含めジャンプダイバーやる。You win.